ナイノックススノーパークは、新潟県の柴田市の二王子岳の西斜面に位置するスキー場。ナイノックスと省略されて呼ばれることが多い、下越地方を代表するスキー場の一つである。リフト数は3機と少ないが、うち2機は長い距離の高速クワットリフトであり、2機の高速クワットリフトを乗り継いでスムーズに頂上まで行くことができる。また、 縦長のコースレイアウトを持ち長い距離の滑走を楽しめる。オフシーズンはスキー場の駐車場が日本自動車連盟公認のジムカーナコースとしてジムカーナの競技会などで利用されている。地元の会社に応じ観光開発により1980年代末にオープン。建設地は国有林であったが民間活力によるリゾート開発を進めるべくリニア庁が打ち出した。 ヒューマングリーン構想に内定し、開発決定となった。スキー場主催のイベントで、屋台が出展されクイズラリーなどが行われる。夜には、松明滑走や、花火大会が開催される。リフトを利用して、距離の長いエンジョイコースをソリで滑ることができるイベント。ソリによる滑走だけでなく宝探しなどのイベントも、同時に行われる。2007年より行われている ICI。 石井スポーツ主催の下越スキー技術選手権の会場の一つとなっている。また、ニノックスの下越スキー技術選手権は、以前より行われていたニノックススキー場技術、選手権大会を兼ねている。選手権は3連戦となっており、他に、我が部な高原スキー場、国設体内スキー場が会場として使用される。下越地方にある国設体内スキー場、 どうスキー場、我がな高原スキー場、二能寺スノーパークナイノックス、三河温泉スキー場の5つのスキー場が合同で、いくつかのサービスを行っている。ありがとうございます。